Now the current fourth ranking competitor will give her all she's got. Representing Russia, here is Maria Butelskaya. 続きまして、現在ランキング第4位、マリア・ブテルスカヤさん、ロシア。やはりちょっと表情の硬いロシア、マリア・ブテルスカヤ。ロシア人女性としては初めて世界選手権、98年から99年のシーズンに制しました。ラウンド1を終わって第4位、チャイコフスキー、白鳥の湖。最初のジャンプはプレッシャーかかります。先ほどのフリープログラムでも少し気を負ってしまったようなんですけれども、今度のあのフリープログラムでは、はい、ぜひ自分本来の滑りをしてほしいと思います。ここはかろうじて支えました。着氷が2フットに少しなってしまいましたね。ああ、なるほど。テルスカヤさんは佐藤由香さん、伊藤みどりさんが現役で活躍していた頃から世界のトップクラスで活躍していた方なんですけれども、あの本当に長い間世界のトップとしてあの 滑っていくっていうのは大変なことだと思います。ね、彼女は女王になった後もトリプルアクセルの練習を励みました。はい、最近は優勝なさったり、まあ、あの台に上られることが多くなったと思うんですけれども、はい、ご本人は、まあ、ここに来るまですごく自分は苦労してきたっていうことを話していました。そうでしょうね。出ないと層の厚いロシアで4年連続国内チャンピオンにはなりません。少しジャンプのミスが続いていますが、ええ、ここら辺で、気持ちを切り替えてあの後半に向かっていってほしいと思います。大変な拍手です。ロシア、マリア・ブッテルスカヤ、過去 NHK 杯でも頂点に立ちました。ただ表情は最後まで硬かったブッテルスカヤです。
普段あまりミスのないプテルスカヤ選手ですけれども、今日は本来のスケートがあまりできなかったと思うんですね、それにもかかわらず本当に最後までよく頑張っていらしたと思います。ジャンプのミスが得点に響きます。最初のトリプルルッツジャンプですね。ルッツで軸がこうちょっとぶれてしまいましたね。そうですね、2回目のトリプルルッツジャンプですね。どんなところがポイントですか？そうですね、少しやはり肩に力が入っているようで、上がるときに余計な力が入っていると思います。はい、思い切ったスケーティングを見せました。サラ・ヒューズとは対照的です。13歳の年の差があります。しかしロシアのスケート界を引っ張ってきたブッテルスカヤ、まもなく得点が出ます。本人も相当分かっているところがありましょう。あー、ポーランドのジャッジは厳しく 4.7 という数字を出しました。表現力は 5.8 があります。しかしこの時点でサラ・ヒューズを上回ることができません。15歳のサラ・ヒューズ、見事第3位獲得決定です。As you see the scoreboard, Sarah Hughes from USA is your third place finisher with the bronze medal and Russian Maria Butterskaya finishes fourth. 順位が確定いたしました。第3位はアメリカのサラ・ヒューズさん、そして第4位がロシアのマリア・ブッテルスカヤさんです。